やってまいりましたけども、何ですかここは、何に来たんですかここに。ここ何？ここは超人気店、超高級食パンの野上さんに。ただいま僕たち来ております。パンが好きな僕たちが3人揃ったっていうことは、そういう企画になるってことですから。もうパンめっちゃ好きですから。もう卵は使用しておりません。どうやって作るの？じゃあパンって卵じゃん。花田さん 100% 焼かずに美味しくいただける。トースターを使わなくてもいいってこと？食べたいですね。食べたいね。はい、それじゃあ早速ね、買いに行く人を決めたいと思うんですけども、3人の中の選ばれし1人が実費で、実費で、実費で、マジで実費で買いに行くっていうことになりますけども、いや、ここはじゃあ男気じゃんけんにしよう。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。さすがっす。嬉しい、お疲れ様です。嬉しい、嬉しいな。この3人の中だったら俺がいっちゃん貧乏なんだよ。早速ね、もう店内からもういい匂いしかせん、もういい匂いしかせん。さすが超人気っていうだけあって、もう超いい匂いしかせん。見てください、でかっ。ちょっと待って、でかっ。2斤を私今日買ったんですけど、ねえ、ね、今にも食べそうやないか。食べるなよ。はい、ということで今日は食パンの食べ比べをやってきます。よいしょ。あらららららら。で、一番高いのがなんと1000円。1000円食パンで？はい。で、安いのが100円台のやつまであるんで、それを5種類高い順に並べてくださいという格付け。格付けか。全く分からんけど、あからさまに2つ安いのがあるの。見た目でね。そう。これ薄いし、これやつれてんのよ、この食パン。こっち3つが分かんないね。うん、こっち3つがマジで高そう。やっぱ匂いめっちゃいいもん。とりあえずこのパンは最下位でしかない。これが1000円だったら大失礼だけど。じゃあ食べる？はい、いただきます。パンだ。パン。飲みすぎてんの？口に入ってて喋れてないやん。何でもいいや、うまい。耳が硬いんよね。よく食べる食パンに近いだよね感じ。次行きますか。行きましょう。じゃあそのこの上行く。やつれパン。やつれパン行く。いやでもこれ、いや意外となんかさ高そうだな。え、匂いが違うよこれ。なんかわからん。わからん。いや、これ違うよ。これ違う。あ、これ高いわ。これ多分のがなんか無駄なもの入れてないか。すごい、うん、なんかこっち甘みがある気がするが、こっち行く。あ、もうちょっと待って。なんで甘み切るよ、反則切り。もう分かんないじゃん。どうやって並べんのこれ。確かに。あ、分かんねえ。これだけ残しとけ。子供の残し方なの。耳だけ残す。耳は嫌い。じゃあ3つ目いきましょう。あ、これもでもいいやつだって。あ、でもいい匂いするわ。いい匂いする。うまっ。これはうまい、うん、さっきの2つより甘い。うまいな、これ。これうまいわ、うん、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったな。はい。4つ目、うん、いきます。ちょっと硬いね。硬い、弾力ある。でもなんか酸味ある、匂い。ああ、なるほどね。これはわかる、うん、それぞれみんなうまくていいね。ねえ、棒読みなんだよ。棒読みなんだよね。うまじょ。食い方の癖すげえんだよ。金魚飼ってないからね俺ら。最後いこう。これでも一番なんか色合いが、うわすごい、うわすごい、これすごい匂い。色もちょっと違うもんね。あー、うまい、うまい。え、でも2位と3位同じなんでしょ。うん、え、すごいね、こんなに分かるもんなんだね。全然違ったるけど。パンはパンでも9個食べると走れなくなるパンってなーに？わかんな。パンはパンでも食べられないパン。言ってない、フライパンなの。フライパンやつ。どういうこと？あー、くそ。パン食ってない。パンを9。あ、パンか。あ、車、タイヤ。車で。パンはパンでも食べるとアイデアが浮かぶパンってなーに？頭脳パン。違いました。パンの名前言ってることで。イギリスパン、フランスパン、ドイツパン。あー、あー、
んでもおじいちゃんが履いてるパンってなーに。わかった、ジーパン。正解。公平には一番美味しかったパンを持って帰ってもらいましょう。ああ、いいな。僕ら出会がった。ファミリーソウルは最強。ゆっとったら遊びじゃねえぞ。絶対叶えてやるマイドリーム。全然足りねえぞ。じゃあ釣れだ。いいとこへ伝えた。遊ぶことより今を楽しむことだけ考えていれば OK。 今すぐ Go away。22日からお台場ツアーがスタートします。皆さんぜひ遊びに来てください。来てねー。なんか英語っぽい。違うじゃんこれ。違う。みんなでいいよ。せーの、来てねあ、言うやと俺全く一緒だ。あ、一緒。うん。1番、牛乳をふんだんに使った俺のベーカリー香り。2番目、俺のベーカリー水にこだわる高級食パン西川は仕込みに独自のアルカリオン水を使用。3番目、先ほど購入したしっとりもっちりが売りの高級食パン野上です。これじゃない。わーって間違えたかもしれん。第3位、セブンイレブンの金の食パン。これだ。あ、最後、デイリー山崎特製芳醇最上級の小麦を使用。これそんな最高級。5位、せーの、デイリー山崎。デイリー山崎、やっぱデイリー山崎。安い味やもん。謝れデイリー山崎。なんかデイリー山崎って金曜日しか販売しない、なんか1週間に1回だけの食パンを売るらしいんですよ。へえ、それ食べたいね。せーの、じゃじゃ、当たってる。金のなんちゃら、金のパン。やっぱ分かるね。当たった。ここがむずい。てか3位がね絶対違う。せーの、野上きた。うそ、お、野上やん。これ俺のだった。西川きた。すごくね。野上うまっ。マジ。あ、当たってる。全部当たってる。最近パンに自分目覚めてきてるんですけど、あの食った時のパンの材料とかがスーンって入ってきて、そっからあの生産者の顔が浮かぶんですよ自分。その生産者の顔的には、味はともかく僕はもうダントツ野上さんがすごい好きでした。無駄がない食パンで、シチューとかにも合うだろうし、フレンチトーストとかにしても美味しいだろうし。あ、フレンチトーストうまそう。うん、美味しいやつだと西川シンプルにうまい。けど一番甘い気がする。甘い、一番。うん、あー、やっぱそうなんだ。黄色かったんだ。うまい。うん、黄色いのは俺の。あ、すいません。もうそんなことないから。実際によく考えたんだけど、食パンをそのまま食うことはないの。うん、結局焼くか何か塗ったりするってなった時に俺大体ピザトーストとかにするから。はいはい。そしたらこっちの高いやつはピザトースト向きではない気がするから、金のこれが一番、やっぱ一番 OK かなって感じ。素材として一番好きなものなんだよ。うん、やっぱ。てかこれやつれパン、やつれパン言ってたやつよ。よし、いいな。ということで僕はこれを、どうも持って帰ってご飯にしたいと思います。ゆうやはお金出してるから、ただ怒られただけ。あずいやん。俺が出したのに。コンビニのパンの方がうまい。